将棋の藤井聡太竜王名人のファンの方なら誰でも知りたいと思っている内容を作成しました。10月3日に第94期ヒューリック杯棋聖戦の就位式が東京都内の帝国ホテルで開かれました。司会はフジテレビの遠藤玲子アナウンサーでした。藤井棋聖は4回目になりますね。その状況です。最後までご覧ください。棋聖戦第1局はベトナムダナンでの海外対局となりました。日本将棋連盟の羽生善治会長はベトナムで日本の将棋のタイトル戦は初めて、国際的な普及の面でも大きな意義があったと総括。藤井棋聖も私にとって初の海外で、対局翌日には観光もでき非常に貴重な経験になったと振り返りました。なお羽生九段は棋聖16期です。賞金目録の贈呈に続き、特別協賛のヒューリック社から特別賞として着物のあつらい券100万円分が贈られました。同社の西浦三郎会長からは、藤井棋聖の趣味はパソコンと鉄道ということで、お祝いの品を決めるのに困る、早く趣味を増やしてほしいとリクエストも飛びました。師匠の杉本昌隆八段も駆けつけて花束の贈呈を行いました。挑戦者の佐々木大地七段を3勝1敗で破り4連覇を果たした藤井聡太棋聖。先手番はペースをつかんでうまくさせたが、後手番は苦戦で後手番の戦い方に課題を感じました。決着局の第4局は終盤で負けの局面もあり、際どいシリーズだった。対局をしっかり振り返り、来期に向けて改善していきたいと謝辞を述べました。奏でた盤上の外貨。将棋のタイトル戦第94期ヒューリック杯棋聖戦5番勝負でタイトル戦初挑戦の佐々木大地七段を3勝1敗で退け、4連覇を達成した藤井聡太棋聖が7冠達成直後に開幕したタイトル戦、前人未到の八冠独占に向け絶対に落とせない防衛戦で3度目の棋聖防衛を果たした藤井棋聖は、獲得タイトルを通算16期、このあと王位戦を防衛し通算17期に伸ばし歴代7位とした。藤井棋聖は先手番は押していたシリーズだった。最終局激しいところで勝ちになったのが大きかったと振り返った。来期は自身初の永世称号である永世棋聖の資格獲得がかかる藤井棋聖。全4局でポイントとなった局面や印象に残った指し手を挙げてもらった。振り駒で藤井棋聖が先手となり、角換わりから定跡形といえる展開となった。藤井棋聖は途中こちらが7、3の位置に作ったと金が働くかどうかだったと話す。藤井棋聖が挙げたのは佐々木七段が4、5、人走ってきた62手目図。この手に対し藤井棋聖は4、6、桂から3、7、金と厚みを築いた。藤井棋聖は後手の4、5の飛車をも下標にして攻めていく形を作れたので少しペースをつかむことができた、うまく判断できたと分析した。守りの金が前面に出ていく指し方で指しにくいともされる。しかし最近は陣形全体でバランスをとって戦う指し方が増えている。攻め駒、守り駒とはっきりした区別がなくなってきているところがあるという。先手角換わりの理想的な勝ち方で先勝した藤井棋聖。先手番だったので良い出だしだった。初の海外で対局以外にも楽しむことができたと語った。藤井棋聖が連勝で4連覇に王手をかけるか、佐々木七段がタイトル戦初勝利で1勝1敗のタイに戻すか、注目の第2局。佐々木七段は開幕前の今期
先手番8戦8勝と絶好調で、先手番の利を生かしたいところだ。戦型は当然佐々木七段のエース戦法、相掛かり。藤井棋聖は予測していたが、全体として佐々木七段にうまく指された一局だったと振り返る。藤井棋聖にとって印象に残っているのは、佐々木七段が39手目に6、5、銀、図と出て動いてきた局面。この銀出が絶妙手で、先手が主導権を握った。指されてみると思った以上に対応が難しかった。こちらが攻めている形にはなったが、攻めさせられているような形になってしまい、それを的確に受け止められてしまったと解説する。佐々木七段の相掛かりは警戒していたが、経験値と判断力の高さを感じたという。藤井棋聖は終盤チャンスを迎えた。だが佐々木七段の5-5-103手目が起死回生の一手で、佐々木七段がタイトル戦初勝利。絶妙の切り返し。流れが悪い中、こういう手をしっかり読まれているのはさすがと感じた。佐々木七段は鬼門の後手番ということで、精一杯準備してきた。良い結果になるように頑張りたいと意気込みを見せた。その言葉通り、佐々木七段は玉を右側に移動させる右玉を選択。戦型は第一局と同様の角換わりだが、違う展開になった。開始から1時間ほどしか経っていない序盤、藤井棋聖は常識外の一手を指す。45手目の9-7桂図。藤井棋聖もポイントに挙げた。不風の一手で珍しい筋ですが、飛車を展開させて8筋を逆襲する狙いです。後手の右玉に対して飛車を9筋に動かして手薄な端を狙うのが従来の対策。そのため9筋に桂馬は跳ねない。9筋から攻めようとすると手間がかかってしまう。その間に対応されてしまう。形は悪いが急いで攻めの形を作ったと説明する。条件次第では9-7桂はあると事前に考えていたとも明かす。本局では自ら相手の飛車のラインに入る8-6玉73手目も話題を呼んだ。後手の歩切れをついて攻め筋を消した手で、ギリギリのところで頑張れるという感じだった。藤井棋聖が4連覇に王手をかけて迎えた本局。後手番の藤井棋聖が一気に決めるか、佐々木七段が先手番での強さを生かして逆王手をかけるか。佐々木七段は殿下の宝刀、相掛かりに命運を託した。相掛かりの序盤のセンス、うまさを見せられた。頑張って対応したが、進んでみると模様が悪い局面になっていたと振り返った藤井棋聖が印象に残る一手は39手目、9-7桂図。佐々木七段の指し手で次に1-5歩と動く。9-7桂と跳ねてから今度は1筋と場面全体を絡めた攻め。指されるまでこの筋は気づいていなかった。やられてみると嫌な攻めで、こういう筋があるんだと非常に勉強になった。激しい展開のまま終盤の寄せ合いとなった。先手優位の局面で佐々木七段は3-4-77手目と自然に見える手だが、ここで AI 人工知能が示した最善手は7-3-香だった。藤井棋聖も自分自身も気づかなかった。初めて知った筋で、こういうところも拾って考えていく必要があると思ったと話した。4連覇達成後の記者会見でこう語った。防衛は嬉しいが、年々内容的に厳しくなっている。来期はより実力を高めて迎えたい。最後にお願いがあります。2023年には藤井竜王名人が8冠を達成すると思う方に、また一般棋戦4つを再びグランドスラム、さらに非公式戦でも勝利してほしいと思う方に、今後も藤井聡太竜王に関する情報をお伝えするためにも、
最後まで見て、忘れずにチャンネル登録とグッドボタンをポチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。